はですね、引き続き秋葉原 UDX の地下駐車場でやってる東京ガールズカーコレクションの方に取材に来てるんですけれども、すごい商用車を見つけたので取材させてもらっちゃおうと思います。その車がこちら、ドンと主人のオーナーさん、めちゃめちゃ美人こんにちは、マットと申します。岡本さん、このタクシーのオーナーさん、普段車はどういう感じで楽しまれてる感じですか？普段はサーキットで走ることメインで、はい、走ってます。あ、サーキット中心なんですか？じゃあモータースポーツやられてる。なるほど。どんな感じでレース活動されてるんですか？全然プロとかそういうことじゃなくて、はい、普通に個人で趣味として楽しんでる範囲なんですけど、ミニサーキットで走ることもあれば、はい、たまには大きいサーキット、例えば日本だと富士スピードウェイとか、はいはいはい、あ、じゃあ国際コースでもやってる。まあもうロールケージとか見えちゃってるんですけど、これで走って、すごいな。なんでまたこの車を選んだんですか？結構普通に商用車じゃないですか、スポーツカーとかでもない車なんですね。なんでサクシーブって車選んだんですか？荷物が乗るからいや、そうですね、商用車ですから。それ実用的な理由なんですか？これで、そうなんですか。ちなみにお仕事じゃないですか？薬剤師。へー、薬剤師さん、薬剤師さんがこのサクシードで通勤して、たまにモータースポーツもしてる。今俺頭の中ぐちゃぐちゃになってきた。患者さんに見られたら何言われるか分かんないですそうですね、なんかすごい車止まってるなってなっちゃいますからね。車の仕様をいろいろ見せてもらえればと思うんですけど、まずこれボンネット、いきなりカーボン調なんで、これはラッピングですか？ラッピングです。なるほど。実はこれ、今朝出来上がったばっかり。今朝あ、じゃあつけてきたみたいな。つけてきた。なるほど。それを今日のために。そうです。もともと黒で塗装してたんですけど、はい、色が差できちゃって、はいはい、で一回やり直そうと思って、今度は綺麗に、はい、カーボンで。夜な夜なやって。夜な夜な。ご自身で貼った。ここはすごい得意な人にやってもらったんですけど。なるほど。こっちの小さいステッカーとかは全部自分で切り出して自分で作ってやって。あ、お世話になってる職さんなんですね。そうです。あとはレースのチームの、はい、それぞれ会社持ってたりするんですけど、はい、その会社のものとかが入って。すごいですね。なるほど。マーシャンプレートさんのコペとかで有名ですよね。あ、そうですね。もともとマーシャン。はい、コペのドライバーもやってて。え、そうなんですか？そうなんですね。今は動かしてないんですけど、はい、富士スピードウェイで走ったり。K40P 出てました。そうなんですね。え、マーシャンプレートのコペっていうマジョーラの。そうです、あれ乗ってたんですね。サイドも見てみたいんですけど、タイヤのホイールですよね。これはどこのみたいな。タイヤはエッケーです。エッケーさん、はい、タイヤは、はい、エスタイヤです。ちょっと寄ってよカメラ通勤快速号が S タイヤ履いてるって、ちょっとなんだろうな、今ギャップがすごいんだけど、頭の中の。これはやっぱり走りのために。快速号ですか？ちゃんと快速じゃないと。なるほど。見てよ、こういうのが商用車よ。このステッカーのやれた感じと同じぐらいやれた感じの車をよく見る車なんだから、この車。あ、これですね。最大積載量450キロ。ちょっと安心するもんついてると。そこは譲れなかったです。なるほど、これはなきゃならない。東京トヨペットのステッカーが古い。これはもちろん中古で買われてるんですよね。そうですね。まあ、だいぶ使い込まれてそうな感じで。ただ前のオーナーさんが、はい、そんなにドライブエキストだったみたいで、はい、珍しいマニュアルなんですけど、はいはい、ここに引っ込んだ時は全然広く行ってなくて、そこから自分が買いバカスカ乗っちゃうようになって。なるほど。買った時どれぐらいだったんですか？買った時どれぐらいだったんですか？今どれぐらいなんですか？見てない。いるの怖い。なんか逆にありなのかなってちょっと思ってましたね。ここ全然ありありですか？ですね。
ステッカーがちょっとあるぐらいで、まあ、ただいい、ここにね、若干のやる気感を感じたりはしますけど、マフラー変わってますよね。じゃあ今度車内も見せてもらおうと思います。じゃあ失礼します。通勤快速は嘘だ。ガチのレース車両みたいな状態になってる。はあ、すげえな。内装ないし、これステアリングとバケットがスパルコなのはこだわりですか？結構つながってるところがあるので、スパルコの。なるほど。へえ。このステアリング街乗りでつけてるんだ。シフトブーツもないし、でもメーターは普通に商用車なんだよな。ちょっとこれ後ろのドアも開けてみていいですか？どうぞ。わあ、ジャングルジムついてる。こんなの出てるんですか？いや、出てないです。そうですよね。作ってもらいました、ワンオフで。急転式パッケージで、はいはいはい、なるほど。これはやっぱそのサーキット走るんだったらもう必須。必須ですね。なるほど。特にこういう大きいというか長いとか、はい、補強が必要なので、どうしても。うんうんうん、そうですよね。やっぱこれ入れると随分違います？あ、違いますね。あの、雨漏りするようになりました。雨漏りするようになりました。ガチガチに固めてある証拠だと思ってるんですけど、はい、固めたからよれることがなくて、はい、隙間ができちゃって。なるほど。雨漏りするようになって、で、雨漏りしてると思って嬉しいと思って。なんでなんで補強されてると思って。はいはいはい、嬉しくなりました。効果を体感できたってことですね。そうそうそう、本当に。僕普段ビート乗ってて雨漏りしていつも泣きそうになってるのに、逆に雨漏りして喜んでる。うわ、天井も何にもない。すごいな、全部剥がしちゃったんですね。そうなんです。剥がしてからロールケージの寸法を取ったので、うん、もう天井貼れないです。それはもう全然気にしないんですか？気にしないです。ただ寒いし暑いです。あれ、エアコンはでも一応ついては？ついてます、ついてます。ついてるけど、その、はい、断熱しないから。そうなんです、寒いです。ダウンしてマフラーして、はい、冬は通勤してます。なるほど。夏は夏で暑い。夏は暑いです。エアコン全然効かないし、こんだけ広いから。なるほど。これ荷物詰めるからっておっしゃってましたけど、多少詰めなくなってません？あ、気づきですか？そうなんです。このロールケージ組んじゃったおかげで、はい、四角い大きいものとか、うんうん、意外と入らなくて。なるほど。ガンって引っかかるって。長さ的には全然いけるはずなのに、はい、入んないぞっていうのが結構あります。なるほど。そうですね、これ結構梱包されたバンパーとか詰めるはずなんですけど、多分突っかえるでしょうね。頑張って積み込まないといけないってことですね。ちっちゃいのはちっちゃい荷物で、例えば洋服とか買って、はい、ショップバッグとかポンって置いとくと、はい、もうあっち行ったりこっち行ったりしてもうボン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 飛んで飛んでって。なるほど。はい、というわけでエンジンルームを見せていただきます。なるほど。これゼロ線チャンバー。僕自分の車に同じものつけてますね。吸気系と、あとマフラーは変えてるみたいな。そうですね。こと、まああれですね、ビッツと同じエンジンですね。それでいうと、でもビッツより軽いんじゃないのかな、こっちの方が。あ、軽いです。ですよね。同じエンジンなので、全然こっちの方が速いですよ。あ、そうなんですね。あ、直線まっすぐ。まっすぐは。コーナリングはちょっとスタビリティが違う。まあちょっといろいろ車見せてもらったわけなんですけど、そもそも車はどういうところが好きなんですか？そういう環境で育ってきたので、うん、お父さんが車好きだったので、はい、うちに結構スポーツカーがあったりとか、はいはい、昔からしたので、うん、そういうもんだと思って、どこまで来てるのか。じゃあもうちっちゃい頃からスポーツカーには親しみがあったというか。で、18になって免許を取りに行ったら何コペンです。コペン。その時にもお姉ちゃんがコペンに乗っていて、はい、で、乗って確か1年ぐらいだったと思うんですけど、はい、そのタイミングで結構すごくなって、はい、じゃあコペンいらないよねって。なるほど。ちょうどじゃあもうお姉さんから受け継いだ。もう姉はやっぱり今でも
るほど、兄弟感もぐるぐるぐるある。ポペンはどんな感じで乗ってるんですか？ポペンはもう基本街乗りなんですけど、ここ1年は e スポーツカップっていうポペンのマネークレースがあるんですけど、それに出場して4戦取りました。ちなみに結果はどうだったんですか？一応まあ4戦全戦優勝の清水チャンピオン、はい、おおすげえ、はい、シリーズチャンピオン完全勝利です。すごいな、敵なしじゃないですか。いやいや、ちょっとしてます。そして11月にマレーシア、はいはい、セカンサーキットっていうサーキットで耐久レースをしてきたんです。来年、2020年も、はい、まあ、セカンじゃなくても海外でマネーシア、はいはいはい、なるほど、すごいな、セカンまで行ってるんですね。の人だ。そんな、岡本さんですけど、走りが楽しいです。そうですね、まだ作るだけ作ったんですけど、はい、中身は大丸のままなので、プラスエンジン関係でやれたらいいなと思ってます。なるほど、さらにじゃあ早くしていくってことですね。車体がすごく軽いので、はい、ちょっとでもチューニングすればすごく速くなる。賞をもらってませんでした？そうなんです、もらっちゃったんです。じゃじゃん、おー、アイスヒューズ賞、すごい、こんな立派なトロフィーまで、おめでとうございます。ありがとうございます。率直にいかがですか、感想は？アイスヒューズさんも、私がこの車乗ってて、はい、明らかにこれは本気だって言って、おお、本気度が違うっていう話をしてくださったので、はい、そこは伝わってよかったなって思います。なるほど、いいですね。嬉しいです。これアイスヒューズ賞は、何がもらえるんですか？はい、このアイスヒューズ、特別な施工してあるヒューズが車1台分、うん、なるほど、はい、いただきました。お、結構あのヒューズ系はオーディオの音質も変わったりとかって言いますよね、はい、で結構あの主催のナオさんも、うん、このアイスヒューズに変えて、はい、違いを体感されてたみたいなので、はい、もう本当楽しみですね。いや、すごい素敵ですね。いいですね、こういうイベント。そうですね、もう、はい、しかもこういう車で見た目は劣るんですけど、うん、はい、認めてもらえた感じがして嬉しいです。やっぱそのご自身が普段走りで楽しんでるっていうところを見てもらえたっていうところですかね、はい、伝わったのが嬉しいです。すごいこのドレコンっぽいイベントですけど、ちゃんとそこまで見てくれる人がいるっていうのが素晴らしいですね、このイベント。そうですね、そう思ってなかったのでよかったと思って。いや、本当におめでとうございます。ありがとうございます。今日一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。